皆さんこんにちは、坂田銀時です。志村新八です。カグラール、どうもご無沙汰してます。おい、こんな入り方で大丈夫？あ、BG オンリーじゃないんだとか思われてない？大丈夫ですよ。1年もブランク空いたら軽く自己紹介しといた方がいいですって。銀ちゃん、なんか久しぶりすぎて落ち着かないやる。夏休み明けの教室みたいやる。俺だって声の音量とか音程とか探り探りだよ。つーかぶっちゃけ俺どんな声だった？喋り方これでよかった銀？いや、そんな語尾つけるキャラじゃねえし。そういや私も声おかしい気がするある。なんか本当はもっと萌えな声だったんだから勘違いしないでよね。勘違いしてるのはそっちだろ。今さらキャラ変更しても遅いんだよ。ちょっと二人ともしっかりしてくださいよ。久しぶりなんだからちゃんと挨拶しましょうよ。限定復活といってもいろいろな形があると思いますが、今思ったんだけど、これってドリフ大爆笑と入り方同じじゃね？蝶さんが軽くコント前にトークするのと同じじゃね？ベタじゃね？やっぱ雷様コントで行くべきだった。ある新八が中本っぽくギター弾いて歌歌っとけばごまけるある。立ち位置も中本とパッツァンは共通点あるしな。なんか存在感がエア決まってる感じとか。存在感空気ってことだろうが。コウジだって体操コーナーでは輝くんだよ。いいから先進めろよ。今回は特別に温めておいた珠玉の一本を上映します。へえ、そんなご大層なもんじゃねえよ。再開1話目でやるつもりだったけど、2年後編の方を1話目にしたら入れる場所がなくなっただけのやつだよ。完結したことによって逆にやれる感じになったのも皮肉な話ある。おい、何ついでにぶっちゃけてんだ。今のでお察しになった方もいるかもしれませんが、最後までごゆっくりお楽しみください。目覚めよ選ばれし者ども。姫氏内なる力、今度こそ解放する時が来たのだ。そっと開け、その目を、その閉じられた限界への扉を。目覚めよ。どこだこれ。おはようございます。何ですかこれ、どこですかこれ。何ですかこれって知らねえよ。朝起きたらいきなりこんなところにだな。停電あるか。停電にしちゃみんなの姿だけはっきり見えますよ。つーか、こんなこと前にもありませんでしたっけ。んだってんだよ、俺二日酔いで頭痛えんだよ。悪いけど二度寝はさせぬぞ。二度寝も三度寝もこたびはさせぬ。今度は決して逃さぬ。目覚めの時は今なのだ。この木を置いて他にないのだ。今度こそ受け継いでもらう我が必殺技を。あ、久しぶりだな坂田銀時。いや、我がマスターよ。お前は。すいません、どちら様。いや、お久しぶりです。おい、やべえよ、誰、あれ誰。知り合いじゃないっすか銀さん。適当に合わせたけど全然思い出せないんだけど。お前覚えてないの。いや、知らないですよあんな人。神楽ちゃんは。あんなキモいヒゲ面、知ってても知らないふりするある。バカ、大きい声出すんじゃねえ、聞こえんだろ。名前聞いたら思い出すんじゃないですか。無理だよ、だって完全にフルスイングで知り合い顔で登場してたよあの人。めちゃくちゃカッコつけてたよ。雰囲気ぶち壊しじゃん、赤っ恥じゃん、大恥じゃん。なんかもううっすらバレてるっぽいっすよ。顔真っ赤っかになってきてますよ。
確か沢渡さんじゃ。いや、どう見ても沢渡さんじゃないでしょ。なんか神秘的な存在っぽいですけど。名前忘れられてる時点で神秘もクソもねえだろ。沢渡さんだろ。つうか沢渡さんって誰よ。あれじゃないやろか。確かブリーチに出てた沢渡さん。ブリーチにあんなダセえ沢渡出てねえだろ。つうか沢渡って誰よ。あの、かなり待ってくれてますけど、顔引きつり始めてますけど。やべえよ、誰か思い出してやれよ。なんなんだよあいつ、一体どこの沢渡なんだよ。仙人なんかさりげに席に織り交ぜてヒントくれてますよ。2年目の終わり頃出たっけ。え、なになに2年目のもう一回言ってください。2008年正月明けの。え、2年2000年もう一回。だから2年目の終わり頃89万円が出てた。洞爺湖仙人だっけ。ほかっこ。仙人100人89年。違うか。仙人洞爺湖。つうかお前らも普通に会話しろよ。ああ、はいはい、仙人。2年目の終わりの頃に出てきた洞爺湖仙人ね。おい、やべえよ、誰だ洞爺湖仙人って。知らねえ。結局皆目を覚えておらんではないか。新年早々お前たちに必殺技を授けに来た洞爺湖仙人であろうが。ああ、なんかいたようないなかったような。やっぱりいなかったかな。どんだけ印象薄いんだ。自分で言うのもなんだが、かなり濃い方だと思うぞ。すいません、嫌な思い出は忘れるようにしてるんで。で、その仙人が一体何の用ですか、僕らに。決まっていよう。今度こそ我が必殺技を覚えていってもらう。前回は奥義伝授をあろうことか拒まれ、小技かっこ桃パーンかっことじを授けることしかできなかったが、今のお前たちならば必殺技の重要性身に染みて分かっているはず。何のことですか。アニメ完結しちゃったじゃん。何の話をしてんだこの仙人。だから言ったであろう、必殺技は絶対必要だと。別に強くなりたいとかそんなん関係なく、商売的に必要なんだ。あれは仙人とんでもないこと言ったよ。商業的観点から必殺技進め出したよ。いいか、お前たちに今一度必殺技の重要性を説いてやる。知っての通り、テレビアニメというものは強力な宣伝媒体だ。しかし作るには莫大な金がかかる。そのために必要なのがスポンサーだ。必殺技の話一つもしてねえけど。三人、スポンサーはアニメを作る際多額の金を出してくれる。その代わりスポンサーもそのアニメを利用し自社の商品を宣伝、互いに利益を上げる、そういう仕組みなのだ。どんだけ生々しい話。誰がアニメ作る時の必殺技を教えてくれっつったよ。アニメ化に際し行われるグッズ展開もこのスポンサーによって取り行われる。つまりこのグッズが売れなかった場合、商売が成立しないのでスポンサーはいなくなり、アニメはできなくなる。ではこの重要なグッズ展開の中でとりわけ大きな利益を生むものは何か。それはゲームだ。何なのこの仙人、一体何しに来たの。ゲームなら去年出ただろう。なんだっけ、桃鉄とかイタストみたいな、みんなでワイワイやれるはずだったやつ。スゴロクがそんな感じで終わってしまったからこそ言ってるんだよ。おい、やめろ、バンナムさんだって頑張ったんだよ。ゲームは1個あたりの単価が大きい、つまり売れた時の利益も大きくなる。中でもとりわけ売れやすいのが格闘ゲーム。付きやすい格闘ゲームは安定した売り上げを叩き出す優れたコンテンツなのだ。ゲーム買う気なくなるんだけど、あんたのせいで優れたコンテンツがめちゃくちゃになってるけど。そしてこの格闘ゲームを作る際必要なのが必殺技というわけだ。わかるか。お前たちがあの時拒んだのは格闘ゲーム化への道だけではない、お前たちの未来そのものだったんだ。必殺技というのはな、敵にかけるものではない、スポンサーにかけるものなのだ。こいつ絶対仙人じゃないよね。どっかの営業部の回し者だよね。今からでも遅くはない。スポンサーを射止めるための必殺技を得得するのだ。アニメがやれば原作にも反映されるかもしれん。お前たちもたくさん見てきたはずだ。アニメが終わったら漫画もなんか終わった感じになっちゃったって、元気がなくなっていく姿を。怖い話してんじゃねえよ。原作まで終わったらアニメ復活の糸も切れるんだぞ。おい、あいつそろそろマジ黙らせねえと、何喋るかわかんねえよ。
今さら必殺技なんて覚えられるわけねえだろ。もう俺ら完結してんだぞ。違和感ありまくりだろ。そもそも私たちだけ覚えたって、みんなに技がなきゃゲーム化なんてできないね。その点については抜かりない。手は回してある。モニターが応答願います。こちら東野子仙人。はい、こちらまたもね仙人よ。また違う仙人出てきた。どうだそっちの方は。まあぼちぼちね。あの男筋は悪くないから、もうすぐ得得できると思うわ。桂さん、どういうことですこれは。あの仙人はあの男の所有する愛刀又宗にすまう又宗仙人だ。今旋回ではあらゆる人物に必殺技を伝授しているんだ。こんなアホなことあちこちでやってんの。お前たちがうかうかしている間に他の者は次々に技を得得し強くなっていくぞ。リングリンドンリングリンリンドンリングリンドンリングリンドン。つーかこれ何の修行をしてんだよ。携帯会社のスポンサーをつけるための必殺技だ。どんな必殺技？ CM 狙ってるだけだろ。つーか古いんだよ。何年前の CM だ。まあどー、そんな可愛らしさで海外に勝てると思ってんだ。リングリンドンリング。勝てるわけねえだろ。おめえみたいな気持ち悪い携帯いるか。つーか古いんだよ。格闘ゲームはどうなったあるか。その技をどうやってゲーム化するあるか。これはほんの一例だ。まだまだ仙人はいるぞ。応答願います。こちら東野子仙人。グラサン仙人応答願います。グラサン仙人。グラサンにまで仙人住んでんの。はい、こちらグラサン仙人だ。これさっきのおばさんだろうが。さっきのおばさん使い回してるだけじゃん。額の字思いっきり書き直してんじゃん。違う、これはおか、グラサン仙人だ。今お母さんって言いかけたよ。お母さんだったの。グラサン仙人どうだ調子は。今叩き込んでるとこだ。分裂まではうまくいったんだけど。おい、一番どうでもいいおっさんに何すげえ技教えてんの。こっから先どうも忘れちゃってん。お母さん、グラサン仙人。隠さないでもいいよ。リングダンダンチンゴ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 ンリングダンダンチン。リングチンドンだっけ。もうリングドンチンだっけ。結局こっちも帰ろ。悪いが私は彼らについてはあまり。そう、じゃあこの必殺技は諦めるしかないわね。なんでだ。分身してる時点で立派な必殺技だろ。彼らのところなしでもいいだろ。なんなのこの仙人たち。なんで彼らにこんなに対抗しようとしてんの。こちら東野子仙人。キャバクラ仙人応答せよ。キャバクラ仙人ってもう普通のおっさんじゃん。ただの P じゃん。はい、こちらお父さんだよ。バラしちゃったよ。いきなりバラしながら出てきちゃったよ。父さんじゃない、キャバクラ仙人だろ。しっかりやれ。ああ、そうか、めんごめんご、キャバクラ仙人でーす。おめえら結局家族でやりくりしてるだけじゃねえか。今キャバ嬢に必殺技を伝授しているところであります。リングディンドン。なんで銅像みたいな使い方になってんの。守備の方はどうだ、リングディンディンドン。問題なしであります、リングディンドン。おめえらただリングディンドン言いたいだけだろ。ただこのキャバ嬢飲み込みが思ったより早くてね。姉上。シングリンデンドドンパー。フリーザ様ぐらいの強さになっちゃったんだけど大丈夫かな。強さのバランスめちゃくちゃになってんだろうが。ちょっとあんた、何またキャバクラなんか言ってんのよ。お母さん割り込んできたよ。いい加減にしなさいよあんた。父親として恥ずかしくないの。落ち着け。おか、グラサン仙人。父親じゃなくてキャバクラ仙人ね。いや仕方ねえだろう、仕事なんだからよ。子供の前でいやいや言うなよ母ちゃん。母ちゃんじゃなくてグラサン仙人ね。なんかもう無茶苦茶なんですけど。あんたこの間ももっとすごい必殺技教えてやろうかとか言ってキャバ嬢に絡んでたらしいじゃない。私ちゃんと知ってんだからね。なに、お前だってこの間水道管工事に来た業者のやつと必殺技かけたりかけられたりいろいろやってたらしいじゃねえかよ。何の話をしてんの。信じらんない、私のこと疑ってんの。もうカニ袋のが切れた。実家に帰らせてもらいます。まあ落ち着いてよ。くせ言葉のはやだよ。そうそう、必殺技駆使して止めに入んな。じゃあどこにでも行っちまえ。水道管どころかいろんな管を修理してもらいに行けばいいじゃん。落ち着いてくださいお父さん、言い過ぎですよ。うるせえ、お前に何がわかるんだよ。落ち着いて落ち着いて。うるせえよ。落ち着けっつってんのが、わかんねえのか。
丈夫？お父さん！お父さん行っちゃったよ、ついに行っちゃったよ。お父せよ。リングリンドン、リングリンデンドン、リングリンドン、リングリンデンドン、リングリンドン、リン完全にキャバクラ仙人からのリングリンドンが途絶えた。そんなバカな、仙人を倒すほどに必殺技を。我々はとんでもないモンスターを生み出してしまったのかもしれない。応答願います、応答願います、東横仙人、応答願います。母さん私はもう母さんなんかじゃない、ただの出戻り仙人になろうと思ったけど、やっぱりダメね。このダメ仙人はやっぱりほっとけない。どうやら私たち二人揃ってダメ夫婦仙人みたい。母さんねえ、何やってんのこいつら、なんでドラマチックな感じになってんの。母さんトー君、あのモンスターをこのまま地上に返したら地球は滅亡するわ。ねえ、さっきから人の姉上モンスター呼ばわりするのやめてくれませんか。止められるのはあなたしかいない。おめえらのせいでこうなったんだろう。仙人は必殺技を伝授するのが務め、伝授するのよ。あのモンスターを止められるくらいのとてつもない必殺技を。きっと私の教え子たちも力になってくれるから。あるわけねえだろこんなもん。こ、母さん、やつら。母さん、父さん。トーク、リング、リング、トーク。お前ら、目覚めし時は来た。今こそお前たちに最終奥義を授ける。この必殺技できっと、きっと地上をスポンサーを勝ち取ってくれ。来た、行くぞ、見ておけ。これが最終奥義だ。しかと目に焼き付けたな。これが最終奥義。土下座だ。いるぞ！待って待って、ちょっと、え、なに、終わり？今のであの話終わりなの？そうだよ、お疲れ。お疲れ様です。お疲れちゃん。嘘嘘嘘でしょ。限定復活って聞いたからさ、当然出番あると思って、おらゴリアに変身する必殺技得得してたのに。変身しなくてもお前は十分ゴリラだろうが。近藤さん、いいじゃねえか別に、無理してゴリラになってまであんな話出ることはねえよ。って言いながら、土方さんもマヨネーズ分身させる必殺技得得して張り切ってたじゃねえですか。バカちげえよ、これはさっきそこのスーパーで特売してたの買ってきただけ。ちなみに俺はアイマスクなしで昼寝ができる必殺技を得得し。てめえは必殺技なしでも昼寝し放題じゃねえか。てか、なんで必殺技会なんだよ。泣きの一回にふさわしいのはどう考えても新選組結風録だろうが。お前いつまで引きずってんの。あんなもん釣り王国に決まってんだろ、バカバカ。だっとこら。そうですよ。や、山崎さん、どうしたんですか、その格好。結風録なんかどうでもいい。本当にやるべきだったのは。もんじゃー！もんじゃって何？アンパンじゃなかったの？え、何これ、もんじゃ？もんじゃだよね、もんじゃの方だよね。と思いますけど、
とりあえず寄らないでください。何か福物ちょうだい。ジョー、こっち顔向けと。おい、もらいゲロしてんじゃねえか。もんじゃだよね、これもんじゃだよね。まだまだやべ。まあ、サッチャンさん、みんな全然わかってないわね。私はキービジュアルポスターから予告してたはずよ。本当にやるべきだったのは私と銀さんの豪華挙式8時間生中継でした。ダブル機の芸能人がてめえはやるわけねえだろ。銀さん、早く私をマンツーマンとして。いや、君までもらいげろ。ポンジャだよね。そうだ、俺だってお妙さんとのささやかな夫婦生活をケツ毛一本余すところなく捉えた密着ドキュメントをやるまで終われ。あ、もしもし、動物園からゴリラが逃げ出してるみたいです。射殺お願いします。今通報者が射殺完了してたんですけど。ところで、私が F カップに成長して活躍する爆乳騒動会はまだかしら。いや、姉上すみません、そんなネタ企画されたこともないです。もう残り時間も少ないんでしょ。爆乳会をやり残したままでは終われないわよ。道場復興もやり残してますけど、そっちはいいの？そういや、私も卵かけスコンブご飯試食会やり残してたね。どうしよう。個人的にやれよ。貞治も犬神とは何だったのかって気にしてるっぽいね。掘り返すの埋めとけ、犬だけに。ちょっと待ちなよ、私たちもやり残したことがあるんだけどね。きっババ今まで溜め込んだ家賃回収と、パパネスチャージ玉キュアにフケルンルンするまで終われねえよ。玉キュアは打ち切れ。今回はいいじゃねえか、限定復活祝いでチャラにしてくれや。そうはいかないね。へへ、あ、待ちだ。待ちだ。郵便です。なんだこれ。来年タイガー龍馬出るかな。知るか。銀さん、俺たちもう終わっちゃったのかな。バカ野郎、まだリルラリルハッチェいねえよ。ちょっと銀さん、集中つけてくださいよ。うるせえ。ギャー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 やかましいんだよ。発情期ですかこの野郎。ってセリフから始まったんだよな。銀さん、思えば遠くに来たもんだぜ。いろいろあったけど、あっという間だったな。でもよ、物事ってのはちょっと足りないぐらいでちょうどいいんじゃねえか。祭りってのは名残惜しいから楽しいんじゃねえか。俺たちは完結したんだ。これ以上ない最高の花道を用意してもらってな。これでよかったんだよ。俺の生い立ちとか白夜叉時代の顛末とかめんどくさいところちゃんと考えなくて済んでよ。てめえの都合だよ。うらー。リンガディンドン、リンガディンディンドン、リンガディンドン。